はい、皆さんどうも、ケイです。今回はですね、いや、今回はですね、とか言ってる場合じゃないんですよ。2022年の新製品、島のダイワのリールたちが続々と手揃っているということで、今、ここに出てるのはダイワのフラッグシップ。一番上の機種であるエグジストですね。はい。で、僕は当然、前のエグジストを持ってまして、 いやー、あの、なんてことはない動画、当然使ったわけ、まあちょっと使ったけど、使っ、もう本格的にね、使ったわけではないので、あの、この動画を見て、使用感がわかるってもの、ものではないです。はい。ただ僕が嬉しそうに喋ってる動画なんで、まあ、暇つぶし的にね、見ていただければなというのと、あと、釣り具屋さんで軽く回させてもらったんで、その感想をね、シェアしていきたいなというふうに思っております。で、まずですね、イグジスト。 釣りささんで回させてもらいましたこれあの許可を得てフィッシングエイトアネックスというところで回させてもらったんですけどちょっとこれはご覧ください 2> 2, の SH、ね、あベールが全然違うめちゃくちゃ質感良くなったっすよね今度なんかあ島野やんこれはいとまあこんな感じですねまずもうあの一瞬しか触ってないんですよあの後もうすぐに戻しましたもうも楽しみなんで もう買った時に、うん、取っておこうということで、すぐに戻したんですけれども、これね。まず、これ、前回の 18EXIST ですけども、何が違うこれです。このベールが全然違った。まあ、質感を大事にっていうことが結構押し出されてるので、今回の EXIST。えー 多分それにのっとってのことだと思うんですけど、ベールが島ノやないかいということです。はい。めちゃくちゃ島ノっぽくなってました。起こしたとき、戻すとき、両方にカチッカチッっていう、この音が入るのと、しっかりとこう、返してる感がすごくあるフィーリングになってました。で、あと、巻き心地。全然違う。全然違う。 かなりシマノのテイストが入ったような巻き心地。まあ要はシマノの巻き心地って質がいい巻き心地って僕よく言うんですけど、なんか巻き心地がよく感じるような巻き心地というか、ちょっと分かりにくいかもしれないですけども、まあフィーリングの部分なんでね、感じ取っていただくしかないんですが、まあ例えて言うならステラとバンキッシュの間みたいな巻き心地ですね。なんかね、この軽さのまま滑らかさが異常に向上したっていう感じの 巻き感でしたもう一発で分かる多分 18EXIST 使ってる人なら一発で分かるぐらいの違いがあるっていうか多分こんな薪のダイヤモンドリールないと思うさすがフラッグシップだなとちなみにですねこのベールを返した時の感触なんですけれどもシマノの中でも何に似てるかズバリバンキッシュそっくりこの感覚バンキッシュそっくりでこのねローターがね ザイオンロータータなんですよ新形状のエアドライブローターっていうのになってて多分感染力がめちゃくちゃ下がってるんですけれどもなんかねどうなんだろう金属ローターにやるとああいうシマノとかツインあシマノじゃないごめんごめん、えー、ステラとかツインパワーみたいなバチッっていうのになってうんこの樹脂のローター樹脂のローターでカチッっていう音を出すとどうしてもあのバンキッシュっぽい質感になるのかな ちょっと分からんけども僕はね、これ、うん、どうだろう。確かに気持ちいいのではあるんですけれども、あのスコってこう何の音もなく買えるベールっていうのも、個人的にこうライト感があって、警戒感があってよかったんですけど、その辺はね、またちょっと買って使い込んでみて、試してみたいなと思っております。がっちり買うからね。ほんで、まあ、このこれなんですけどね、デザイン。 これがね、また台は挑戦してるよねっていうデザイン。まさにこう、スピニングリールの世代をこう、一個上げるぜっていうデザインが、もう見て取れる。うん。すっごい挑戦的なデザインだなということで、僕はもう、賞賛を送りたいなと。今ちょっと拍手の <laughs>、あれやってますけど、今拍手したのもう、携帯に当たっちゃって、どうやらいいことになるから、しないけれども、僕は、 すすごい,いいなと思ってておりますデザインに関してはねただこのちょっと近未来的なデザインが、えー、映えるというかこれねロッドはあるんだろうかっていうねはいでまあ何が変わったのというところでちょっと動画的にも収集している方も多いと思うんですけれども紹介していこうかなとでね、うん、見てるとどうやらですね値段が 話題にもなってますけれども、10万オーバー。はい。10万1000円になってるんですよね。単体で見たら、高いんですけれども、Exist を買ってくれるユーザーに対して特別なサービスも用意してるみたい。うん。それも載ってて、もうね、オーナーって呼んでるんですよ。もう台湾のホームページの中で。ちょっと見ていきますけれども、これね。もうこれも千1000人のスタッフが、 クリアランスであったりとか、作動音ですよね。そういうのも加味しながら組み上げていくみたい。まあ、ちょっとね、その組み上げ体制がどういう風になってるのか謎ですけれども、とりあえず EXIST はもう1000人らしい。で、さらに、なんかね、下の方を見ると、オーナー専用の、なんかもうレクサスオーナーラウンジみたいな感じで、もうずっと EXIST を愛してくれということで、専用のダイヤル。 いや専用のダイヤルとていうか専用のスタッフさんなのかなもうイグジスを持ってらっしゃる方にはもうスピーディーに対応すると。専門のスタッフが。そういうデスクもあるみたい。あとなんかね、リールのカウンセリング細かな症状とかも聞いてくれるみたい。そういう車的なサービスもついてるみたいですね。 点検も無料だったりとか。だからそういう値段も込みなんでしょうね。10万円っていうのは。なるほどなと。車の点検パックみたいな。そんな感じで販売されるのか。でね、これ肝心のまあ、どうなのと。この、これね、エアドライブデザイン。新しく出ましたけれども、まあ、簡単にどういうことなのっていうのを、まあこれ噛み砕くと、 要はこっちのね、モノコックボディの方は、下の方ね、割と完成されてたっぽいような書かれ方がしてます。完成されてて、今度はこの上部分にこう着手したよ、ということで。で、ローターも神経状、も、てかもう全部神経状ですよね、基本的に。で、ローターがかなり変わった、これ。すっごい円形になって、これもなんか、18ステラっぽいような感じのデザインになったかなと。 まあ回転するっていうことで理にかなってるのかもね。材質はザイオンらしいです。まあ完成力下がってるんでしょうね。うん。で、このベールね。ベールも、まあエアドライブベールとかなんか名前ついてますけど、うん、ここの、径がちっちゃくなったみたい。このベールの径が。伸ぶ遠いベールじゃなくなったと。まあそれでもちょっと太いけどね。シマノに比べるとね。でもそれでも、ご承継化して、 軽量化ししててあるといいう,うに書いてました、うん、で、あとはね、このシャフト、エアドライブシャフトっていうところで、ピニオンとメインシャフト接触。まあ、このね、スピニングリールってこのメインシャフトっていうのが貫通してるんですよ。バーコーンって貫通してて、スプールがぶっ刺さってるんですけれども、えー、そことピニオンギアとの接触をうまいことさせないようにして、まあ、これインフィニティドライブですよね。シマノでいうところの。だ ったことで摩耗による抵抗軽減をしているということなんで、より軽く巻ける。まあ、そんな感じになってるかなと。まあ、あの、巻いた感じもそう思いました。はい。一瞬だったんですぐやめちゃったんでね。感覚はしっかりと使ってから喋りますが、そんな感じらしいです。あとなんか重量バランスの見直しとかね。やってるみたい。あーうーん。さらなるトラブルレスへっていうね。 いやーいいですよ、このイグジストもうなんかね、やっぱりフラッグシップのモデルチェンジは、なんか変えるぞっていうなんかメーカーのこう、本気もうここもこ、本気ぶち込まないとどこにぶち込むんだっていう機種ですから、それを感じられるのが嬉しい。<laughs> 誰なんだと <laughs>。もうね、リールが大好きなんですよ、本当に。これたまらんよね。 でどれ買うのって。ちょっとね、まだ検討している段階なんですけれども、まあ、とりあえず1台は絶対買う。2台目は検討してます。1台目はこれ、これにしました。LT2500S の H、ハイギアの方ね。えー、と、巻き取り量が5.8の 160g。これ、ルビアセイアリティの FC モデルに比べると、ちょっと重いんだわ。5g 重いんだよ。 だけどここにねさっき、まあ、重,重量バランスの見直しをしたとこう前のめり、えー、フロントヘビーになってたのをちょっとクッと、えー、上げたよというふうになってるんで多分持ち重り感の軽減にもつながると思うんですよねだそうなってきた時にこの 160g エアリティよりもちょっと重いけれどもどう感じるのかなというところで非常に楽しみな感じです で、今年ね、村上さんのところで、新しい、ハートランド・リベラリストっていうね、えー、ロッドが出るみたいなんですけれども、これのね、90のミディアムライトに合わせて、この LT の3000とか、うーん、そうだな、3000かな、ちょっと今回ね、この PC っていう、謎のパワーカスタム、フィネスカスタムじゃなくて、パワーカスタムっていう、 モデルがラインナップされてるんですよ。で、カタログ見ても、パワーカスタムとしか書いてなくてですね。<laughs> えー、どうなんだろうね。わからんけども、おそらくですよ。おそらく、うーん、見た感じ、ボディが少し大きいっぽいんですよね。これ、パワーカスタム、こっちか。パワーカスタム LT2500。見て、これ、ボディちょっと大きくない絶対大きいよね、これ。 なので、シマノで言うところの 3000MHG とか、あのあたりのことなんだなと、多分スプールが2500のボディが4000みたいなね。そんな感じなんじゃなかろうかと、いうことを、あ、これボディ3000なのかなうん、3000なのかなこっちの p c 3 0 0 0 l t 3え違う違う違う PCLT3000 はこれボディもっとでかいですからね、これ。 だから3000番のスプールに4000番クラスの、えー、ボディがついてるっていう、そんな印象かなうん、まあ。とりあえずこの LT の 2500SH を購入いたします。で、場合によっては、そうだな、LT の3000番。このあたりは買おうかな。あの PC の2500か LT の 3000S とかね。このあたりを購入しようかなというふうに思っております。はい。何にせよ、楽しみ。 はい、本当に楽しみ。あのこれ、ごめん、話長くなるけども、これ、イグジスト、僕はね、バスフィッシングでメインに使ってて、あとまあ、最近はライトゲームであったりとか、やってるんですけれども、あのね、こう、巻きがめちゃくちゃ優秀なんですよ、イグジストって。僕がバンキッシュ、あの、正直ね、バンキッシュの方が巻き出しとかはね、そういうレスポンスはいいんですよ、バンキッシュの方が。 でも、イグジストの方が使用頻度が高い理由っていうのが、なんかね、絶妙な巻き感があって、なんか、IGK とかね、すごく集中して巻かないといけないものとかが、巻きやすいんですよ。適度な抵抗感があって。で、ハンドルとボディとの絶妙な距離。長いんですよ。ハンドルノブからボディの軸までが、台湾は長くて、シマノはね、もっと短いのよ。 これね、ドデカコンパクトの名残じゃないかって視聴者の方に教えてもらったんですけども、ちょっとわかんないけどね。だからそれがいい味出してて、めちゃくちゃ巻きやすいのよ。そこもどうなってるかっていうのが僕の中でものすごいポイント。はい。イグジストはね、がっつり使ってきたので、18イグジストは。いやー、どうなるんでしょうね。楽しみ、ほんまに。